非常に強い勢力で九州にかなり接近または上陸する見込みです。大雨警報基準を大きく上回る降水量を予想しており、当初の予報に比べ大幅に西寄りの進路となり、福岡、佐賀県も予報円に含まれるようになった台風10号。今日午後、災害の危険度が高まっている場合に開催される気象庁と国土交通省合同の記者会見が開かれ、厳重な警戒が呼びかけられました。気象庁によりますと、台風10号はすでに非常に強い勢力となっていて、ピーク時には中心気圧935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速50メートルにまでなる見通しです。九州各県で大雨が予想され、特に鹿児島、宮崎では2日間で900ミリに達する可能性も出ています。というふうに感じておりますので、よろしくお願いします。なかなか600ミリとかいう数字、私もあまり見たことがございません。気象庁は不要不急の外出は控えるとともに、防災情報を注視し、自治体が発令する避難情報に基づき、迷わず空振りを恐れず避難を行うよう呼びかけました。